嫌いな人はあなたにとって神様です。僕ね、ずっと昔遅刻する人がすごく嫌いで、本当にイライラしてたんだよね。何かあるごとに遅刻して謝って、それで許される人がすごく許せなかったんですよ。で、なんで俺はこんな許せないんだろうって考えた時に、自分は嫌われたくないから時間をしっかり守ってんだなっていうふうに気づいたんですよ。だから僕は一回遅刻してみようと、嫌いなあいつのように遅刻したらどうなるんだろうっていうふうに思って、実際に遅刻してみたんだよね。そしたら何もなかったんだよね。実は嫌いな人って自分が我慢してることを堂々とやってる、めちゃめちゃすごい人なんですよ。私はこの人のどこにイライラしてるんだろうと、この人のように生きてみたいのかもしれないっていうふうに思ってください。そうするとあなたの目の前から嫌いな人がいなくなり、生きやすくなります。